らく騎士団に戻ってないぞ。ジン団長とかリサさんたちはどうしてるんだろうな。様子を見に行こうぜ。 So random. Hello, hi, welcome to the alchemical ascension. Today, Chioe is selling potion instead of clothing. Okay. Is autoplay on? あら、かわいこちゃん、今日はどうしたの？お目当ては本かしら？それともお姉さんに会いに来てくれたの？ We're here to see you, of course. Whoa. 相変わらず優しい子ね。でも、あいにく今は仕事があって、しばらくはアフタヌーンティーに招待してあげられないわ。うえ、リサさんが真面目に仕事してるなんて珍しいな。確かにそうね。前回こうして研究に没頭したのはまだ教練院にいた頃だったもの。久しぶりに真面目に考え事をしたらちょっと疲れちゃったわ。Are you writing a thesis? Working on a research project? そんなに興味があるのなら、あなたも参加してみない？お姉さんと一緒に学生時代をもう一度体験してみるのはどうかしら？ええよ。急に仕事を押し付けるなよ。まあ、嫌なの？お姉さんと一緒に困難を乗り越えるせっかくのチャンスなのに。ちなみに、報酬もかなり豪華なのよ。I'm all ears. Let me hear the details first. あなたも知っていると思うけど、騎士団はずっと錬金術の研究をしてるの。Mm-hmm. でも、大半の研究は実験室で行われるでしょ。だから人々は錬金術のことをあまり詳しく知らないわ。多額の資金を費やした研究は結局あまり多くの役割を果たせていなかった。そこで、ジンは錬金術の成果を一般人に広めることにしたの。ひとまず錬金薬をね。私は図書館のことだけでなく、騎士団が提供する薬剤の管理を手伝っているわ。薬剤学は私の研究分野の一つなの。ジンからすると、私はこの仕事にぴったり。 To be honest, I'm surprised that Lisa not too close or something. 必要としているものを提供する。 Oh, I'll be able to. 素材を少し調整して錬成方法も適度に簡略化する必要があるわ。そうなると簡単だと思っていた研究がちょっと複雑になってきたのよね。つまりオイラたちにその研究を手伝ってほしいのか。でも錬金術の理論なんてオイラたちよく知らないぞ。違うわ、お姉さん。もっとあなたたちにふさわしい仕事を思いついちゃったのよ。錬成技術の研究は着実に進んでいるけれど、実際に使った人々からのフィードバックが得られなければ、みんなのニーズに応えられるかどうかはわからない。でも、薬を開発しながら意見を集めるとなると、より効率的な方法が必要になってくるわ。そこで私はひらめいたの。直接錬金薬を売るお店を開けばいいのよ。そうすれば、薬を作りながら日常的な需要についても調査できるわ。おお、さすがリサさんだぞ。2つの仕事をいっぺんにやるってことか。そういうこと。そして、この仕事に一番ぴったりなのが我らが騎士団のエリート。Yeah, that's me. 旅人よ。教練院にいた頃もよく学生同士で研究を手伝い合ったものだわ。かわいこちゃん、こんな青春を体験してみたくない？なんかいい感じに言ってるけど、本当はサボりたいだけなんだろう。I'm always down for a challenge. 気合十分ね。仕事が一段落したら、お姉さんが直々に報酬を用意してあげるわ。もうお店を開くための事前準備は終わってるの。あとのことは向こうについてから話しましょう。OK。And she's gone. Oh, wow. ここでお店を開く予定よ。わあ、この下準備を
リサさん一人で全部やったのか？いいえ、騎士団のみんなが一緒に頑張ってくれた結果よ。開業資金はジンがわざわざ用意してくれたの。Oh, cool. 薬を作るのに必要な材料や設備については、Is Albedo gonna appear as a side people? I guess. 物資の補給は後方支援部隊の担当。そこにあなたたちも加わってくれたおかげで、お姉さんの負担はかなり軽くなったわ。ここ数日、騎士団はお店の宣伝をしてくれているの。準備ができたら、もう正式にオープンよ。じゃあ早速、こちらの材料を使ってポーションを練習してみてちょうだい。Sure. Yeah, a chemical journey has begun. Use your ingredients with a little inspiration to make some fresh new concoction. 材料を錬金釜に入れて手順通りに操作すればポーションは完成よ。Okay. What the hell? What? I have... What's that? Oh. Voted. Lol. What does the mushroom do?What the mushroom do? This is so bad. Wait. Let's be smart a bit, shall we? Okay. Whoa. Oh. Okay.Somebody is reversing. Potion が出来上がったみたいね。これで販売を開始できるわ。Yes, still reversing. Mama, 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 mama. Stock. これで開店準備は終わったな。ちょっと休憩して、お客さんが来るのを待とうぜ。Okay.I swear something is gonna happen. Okay. Hmm. 最初のポーションは無事売れたみたいね。いい滑り出しだと思うわ。次にどんな薬を作るかは市場の情報を参考にして決めないといけないの。最近のニュースに基づいてどんなものが必要か推測する。これは経営のための必須スキルよ。なんだか難しそうだな。お姉さんが最近の市場情報をまとめてあげたから心配しないで。Good Hunter is coming out with new dishes for adventurers who love battling. The owner of the Moonstep Flower Shop is looking to have their fresh flower grown more lushly and extend the time they are blooming. Okay.これから販売するポーションについて何か思いついたかしら？ Blood. じゃあ、新しい薬草の栽培を試してみて。ここにある薬草は生物錬金の技術で品種改良されていて、それぞれ異なる効果と特徴を持っているのよ。入れる材料の種類によって最終的に出来上がるポーションも変わってくるから、いろんな組み合わせを試してみるといいわ。さあ、実際に試してみて。I had a plan there. Cool. Can I see? Okay. Interesting. Chiori gave up fashion, decided to make potion instead. Potion seller.Ooh, okay, cool. This actually, oh,
Okay, cool.栽培にも慣れてきたみたいね。そうそう、後方支援部隊の騎士がついたの。彼女は定期的に新しい物資を補給してくれるから、はい、後で挨拶しておいてちょうだい。はい。後のことはどなたに任せ。Remember her. What about you?たちだけが忙しくしてるんだ。リサさんは何してるんだよ。私？もちろん、可愛い子ちゃんが経営と錬金術のコツをうまくつかめるようにサポートしているのよ。お姉さん、ずっと応援しているわ。頑張ってね。やっぱりな。こうなるって分かってたぞ。ルミニ was like, ah, I got duped again. Nice. 栄誉騎士さん、そして侍従のパイモンさん、こんにちは。後方支援部隊の騎士、フレダです。どうぞよろしくお願いします。The first time I heard that name, actually. もうそんなに知られてるのか。て、侍従なんかじゃないよ。おいら、こいつの仲間だ。すみません、うっかりしていました。流行りの小説の呼び方が映ってしまって、あなたたちの功績はもはや伝説みたいなものです。本当に羨ましい。私も各地を冒険する流浪の騎士になりたいです。そういう暮らしはきっと面白いだろうなって。 Maybe you get a chance one day. It's not all fun and games though. はい、私もそう願っています。とにかく今は目の前の仕事をきっちり終わらせましょう。代理団長からあなたたちの経営を全力でサポートするようにと指示を受けました。何か必要なものがあればいつでも言ってくださいね。Purchase supplies. 最近新しい物資が届いたばかりです。必要なものがないかぜひご確認ください。 Oh. Oh wow.Oh. Okay, Paimon. Little gremlin. What? Oh, Dwarf of Springvale is recruiting hunters to hunt exceedingly speedy boars. The scholar for monsters have unearthed an ancient stone tablet and is trying to decipher information.What? But it's okay though. Oh. Hello there, honorary knight. I heard that you're helping Miss Lisa. With running the knight's alchemy shop. The manager said that we are now colleagues in business here in Mondstadt. We'd like to thank you for your frequent patronage and loyal to customer of Good Hunter. Cool. Hi. Yo, 久しぶりだな。 What's up? 久しぶり。 Yo. おお、僕とエウラーって、お前たち知り合いだったのか？ I didn't expect you to be together.も何かの縁ってな。やり取りをしていくうちに親しくなったんだ。モンド船長とはドーマンポートで知り合ったの。モンドには仕入れに来ているそうよ。私は散歩に付き合っているだけ。エウラが積極的に友達を作ろうとするなんて、オイラの聞き間違いじゃないよな。北斗船長とは知り合ったばかりで、まだ友人とは呼べないわ。ただ、騎士としてはもてなすべきだと。ずっと仲良く喋っていたじゃないか。あれはただの社交辞令だったのか？そういう意味じゃなくて。ただ、この間、私が無礼を働いて、私なんかと友達になるのは嫌じゃないかと思って。あんな誤解なんて全然気にしてないさ。
話だ。 Yeah, what happened? ああ、実は数日前のことなんだけどな。船をドーンマンポートに停泊させている間、船員たちと酒場へくつろぎに行ったんだ。だが、そしたら酒場で酔っ払いたちが言い合いを始めちまってな。殴り合いになる寸前で、私は間に入った。ところがだ、そいつらは私の助言を聞き入れようとしなかった。どうしても互いに手を出す気でいたようだったから、ちょっとした方法であいつらを落ち着かせたんだ。で、ちょうどその時見回りをしていたエウルアに、その混乱した場面を見られちまった。続きは私から説明するわ。この間、ドーマンポートの不当で密輸された2が見つかったから、うちは最近パトロールを強化しているの。あの日は知らない顔で、しかも船員の格好をしてたから、そういうことじゃないかと心配になって、北斗船長に入港許可証を出すようお願いしたのよ。手元にないから港のスタッフに確認してくれと北斗船長は言ったわ。でも私はどうしても同行してもらいたくて諦めなかったから、ちょっとしたいざこざが起きたというわけ。しょうがないって、あれがあんたの責務なんだからな。あの時はちょっと飲みすぎてて、私の言葉遣いもきつかったし、その後エウルアと一緒に船に戻って書類を確認してもらったんで、誤解はすぐに解けた。それでちょっと申し訳なく思ったから、酒場に戻ったら一杯おごらせてくれって提案したんだ。で、実際飲んでみたら共通する話題が多くてさ、酒場の営業終了時間まで話し込んじまったよ。昨日北斗船長が今日はモンド城を見て回りたいって言ってたんだけど、私もちょうど騎士団に書類を提出する予定だったから一緒に来たの。さっきから言おうとしてたんだが、私たちはもう友達みたいなもんなんだから気を使わないでくれ。私のことは北斗でいい。そうね、じゃあ遠慮なく。あ、それで騎士団に戻ったら君たちがここで店を開いているって聞いたから、北斗と相談してついでに挨拶してきたの。そういうことだ。私もモンドの錬金薬がどんなもんか見てみたかったしな。Sure, since you came all this way, why don't you buy some? ああ、だが私は頑丈だし、後悔で使うような薬も揃ってるんだよな。そうだな。Sleep? 落ち着かせる安眠効果のある薬はないか？あら、北斗はあまり眠れないの？いやいや、私はぐっすりで、横になったらそう夢の中さ、日が昇るまでな。だが、私の友人がな、普段いいものばかり食べてる割によく眠れていないようなんだ。贅沢病か、毎日考え事ばかりしているせいかはわからないが。その友達って、もしかして…ああ、そうだ。もう珍しい宝物は見飽きてるだろうしな。もし徹底的に息抜きしてゆっくり眠れるんなら、その方が彼女にとっては貴重だろう。Layla? Yes! Yobo wa memo shita ze! Wait, who? Sore ja, tanonda! Whoa, what? Oh, the bots. Okay. Dragon's Mine exploration team. ポーションを一気に作るんじゃ手が回らないんじゃないかと思って。北斗は遠いところからはるばる来たんだから、彼女の注文を優先してあげてちょうだい。私のポーションの要望は遊撃招待のと一緒に後でまとめてリサに提出しておけばいいわ。ヒヒッ、エルアって優しいな。そうかしら。多分普段から騎士団のみんなに優しくしてもらっているから。Well, it has been 3 years. でも、まだまだ足りないわ。今度トラブルにあったときは、もっと平和的な対応法を取らないと。I think you're doing great. そうだぞ。だってほら、知り合ったばかりの頃と比べて、お前と友達になりたいって
その気遣い覚えておくわ。So Bido. Oh. 薬作りは順調か？何か問題とかは起きてないよな。What do you need? Ah, ma. Constitution or that reflect? Relaxing. I don't have relaxing though. Can I just? I'm not gonna f that up. Okay. You luck. Wrong one, Beidou. 薬作りは順調か？ Here. Have a heart.これで手土産の用意もできたな。もう帰るの？ドンマンポートに行くなら送るわよ。ああ、一回りしたからそろそろ帰ろうかと。仲間たちをあんまり待たせるわけにもいかないからな。旅人、パイモン、また今度な。あ、oh, thanks。誕生を祈ってるぜ。遊撃招待を代表して、私も君たちに感謝するわ。あ、oh, thanks 。Thank you. It's okay. Oh, that's not bad. Oh, blend chair. Congratulations are in order. We are happy to hear one of our biggest customers of Mondstadt General Goods is now also a colleague. Let's look out for one another going forward. In Mondstadt, every store often helps each other out.Since being in business isn't easy, only by supporting each other can everyone create a healthy environment conductive to the business, and we can make mountains of mola together. Take this congratulatory gift as how things done. Okay. Huh? Oh. Oh, they locked me out completely. Holy damn.Well, a brief trial period in the poison, great success. Hi.最近はお客さんがどんどん増えてきて、目が回る忙しさだぞ。Business sure is booming. 今の注文数だとやっぱりオイラたち二人だけじゃ無理があるよな。Oh. そろそろ新しい助っ人を呼んだ方がいいんじゃないか。かわいこちゃんたち、今休憩中かしら。最近の売上データを見たんだけど、やっぱり二人には経営の才能があるのね。本当にたくさん売れているわ。リサさん、来てくれたんだな。ちょうど今、助っ人が欲しいって話してたんだ。あら、注文が多くなって、だんだん手が回らなくなってきた。Yes。そうなんだ。こんなにお客さんが来るなんて思ってなかったぞ。私は予想していたけれど。実はあなたたちが開店準備に勤しんでいたとき、私とフレダは経営効率を上げる方法について話し合っていたの。あなたたちの経営を観察してみたけれど、錬金術も薬草の栽培も販売方法もまだまだ改善の余地があるわ。え？こっそりそんなことしてたのか？てっきりずっとサボってるのかと思ってたぜ。あらあら、お姉さんも肝心な時は頼りになるのよ。じゃあ教えてくれよ。その効率を上げる方法って具体的にどんな方法なんだ？そうね、具体的な改善案についてはすでにフレダと話をしたわ。詳しいことは彼女から聞いてちょうだい。旅人さん、パイモンさん、Hello. こんにちは。何かお手伝いできることはありますか？ What you selling? 最近ちょっと人手不足でさ、経営効率を上げろってリサさんに言われたんだけど。ああ、その件ならリサさんと詳しく話し合いましたよ。
現段階で向上させられそうなのは錬金技術と栽培技術、それから販売規模です。効率が上がれば経営も楽になると思います。おお、なんだかすごそうだな。早速試してみようぜ。Improve efficiency。 の準備はできています。いろいろと試してみてくださいね。おお、30% increase luck。 Oh, yeah, sounds good. Let me see the shop. Okay, that's good. Maybe I should do one more for the plants. Okay, I'm not sure. When clearing out monster in order to protect miners, they want to remain calm. Frequent disturbance in the desert lately. The Aru village is leading. Oh shit. Whoa. Oh wow. That looks pretty good. The blue one is selling a lot. Huh?Hi. 旅人さん、パイモン、そしてリサさん、こんにちは。スクロース、久しぶりだな。ここに来る途中、錬金薬の話をしてる人がたくさんいたよ。最初は錬成に使う材料に何か問題でもあったんじゃないかって心配したけど、話を聞いたら。You yelling? かなり効果が良かったってことみたいだった。スクロスちゃんの生物錬金の技術は薬剤を作るのにぴったりだものね。オイラたちすでにいろんな効果のポーションをいっぱい作ったんだ。こんな短時間で、さすが旅人さんだね。もしかしたらいつかこの子は薬剤学のマスターになれるかもしれないわね。Still got a long way to go. あなたの仕事の速さを見る限り、薬剤錬金の技術普及については心配なさそうだね。もしかしてこれもジンの計画のうちなのかしら？うん。ジン団長とアルベド先生が話し合った結果だよ。錬成物だけじゃなく、実用的な技術を人々に広めたいの。あなたたちがお店で販売してくれたおかげで、みんなは錬金薬をより深く知ることができた。いつかは簡単なポーションならみんな自分で作れるようになるかもしれない。そしたら薬剤の安全性が問題になるわよね。うん。旅人さんはリサさんの指導を受けてるから、錬成方法を間違うことはないはずだけど、一般人については私たちが介入して錬金薬の安全性を確保してあげないといけない。だからアルベド先生は錬金術のレベル基準を作ることにしたの。つまり薬剤錬金の許可を得るために、一般人には指定の等級試験を受けてもらう。つまり私たちにもその試験に参加してほしいということね。より正確に言うと、審査基準の制定に参加してほしいの。正式な試験の難易度をちょうどいいものにするためには、十分な模擬試験データを集める必要がある。旅人さんの試験結果は重要な参考になると思うの。もちろん無事に終わったらちゃんと報酬も渡すから。悪くない提案ね。可愛子ちゃんの錬金術がどれくらい上達したか、really? 私も見てみたいわ。I guess I could try. それじゃあ試験について説明するね。試験は初級、中級、上級、特級の4つのランクに分かれるよ。どの試験も制限時間内に基本目標を達成したポーションを錬成できればクリアとみなされる。追加目標も同時に達成してくれた場合はさらに報酬を追加するよ。Whoa, her mouth went bigger. いき
Did not know that was possible. いつも通りにやってくれればいいよ。失敗したら再試験するから、あんまりプレッシャーは感じないで。ひひ、追試のチャンスがあるんだな。それなら安心だぜ。うん。準備ができたら教えて。あ、before that。ここで待ってるね。Go. I ain't gonna take a test without taking my plans. 準備ができたら初級試験。Yeah, okay, cool. I do get extra stuff. Intermediate or higher grade constitution. No more than three types of ingredient, one characteristic. Okay. I swear. Intermediate. This is some of it, but I don't know.Okay, cool. Yeah, what? Ah, shit. Okay, three, right. Is it my resources? Oh, man. Okay, suppose. How did I get this before? I'm just kidding.Yeah. うん。すごく手慣れてたし、ポーションの効果もちゃんと目標を達成してる。初級試験クリア。おめでとう。ひひ、こんなの朝飯前だぞ。It had some challenging moments. それでもクリアできるなんて。うん。フィードバックも記録した。これで正式な試験の難易度を少し調整できそう。What? じゃあ、先に実験室に戻ってるね。旅人さん、パイモン、またね。Go.Woo! Kia! Long time no see! Most reliable honorary knight! I heard that you reinvented yourself once again. This time as Jin and Lisa business consultant. Can't say I'm surprised though. I've been leading the cavalry company for long distance training march over the past few days. And just when we arrived back in the neighborhood, a pair of adventurers discovered a band of bandits were taking advantage of the chaos caused by some monsters, so I ordered some delivery for the company.A little appetizer before taking care of troublemakers. I never imagined the meals would come with complimentary potions which restore knight strength and reaction times to that they were before exhausting training. The cleanup operation was smooth and only afterward that I learned the potions from your shop. You're doing well, I see. As the cavalry company received your assistance, I naturally must write this letter to thanks.Also, please accept this payment as token of gratitude. Yep. Oh, come on. Oh, come on. 旅人とパイモン？どうしてこんなところでお店なんてやってる？ What the hell is that dog doing? リオナじゃないか。それに金魚野郎まで。一体どうしたんだ？薬草を煎じる匂いがシードル湖の向こう側にも届いてたよ。詩人はすごく鼻が利くのさ。またデタラメ言って。実は私たちカクテルの材料を探してるの。キャッツテールは今新しいプロモーションを企画しててね。新しいカクテルを考えてほしいってマーガレットさんに頼まれたんだ。ウエンティは今回も酒場でパフォーマンスをする吟遊詩人として雇われてるんだけど、材料を探しに行く私のことを見て、お手伝いに立候補してくれたってわけ。リオナの新しいお酒を誰よりも先に飲みたいからね。やけにやる気満々だなって思ったら、やっぱりお酒と関係のあることかよ。でもモンド周辺にある変な材料はもう一通り試しちゃったし、新しい材料を探そうって言っても。で、悩んでた私に
ウィンティが考えがあるからしばらく別れて行動しようって提案してきたの。あまり期待してなかったのに、まさか半日後本当に珍しいものを持って帰ってくるなんて。本当か？どんな珍しいお宝を見つけたんだ？オイラにも見せてくれ。偶然雪山に落ちた鳥の羽だよ。Was it a pause? 風雪にさらされて埋もれてたからか、まだ氷みたいにひんやりしてるんだ。お酒に入れたらきっと今までにない口当たりになるよ。よくこんなものを見つけたな。でもこれって手に入れるのが難しいんだよね。残念、これっぽっちの量じゃ関係者の死因だけで使い切ってしまいそうだにゃ。まあまあ、まずはこれを使って新商品でも開発しようよ。材料については僕が何とかするからさ。まったく、一刻も早くお酒を飲みたいだけでしょ。給料の先払いってことで。でも何にしたって問題の解決にはなってないし。旅人パイモン、新しいお酒について何かいいアイデアはない？How about a different approach? でも違う効果のあるものを作るには材料で何とかするしかないでしょ。 She thinking. おいら、こいつの言いたいことが分かったかもだぞ。はっはん。お前の前に立ってるのは、okay. このモンドに新しくやってきた錬金術師二人組だ。でもってオイラたちが錬成した不思議なポーションは今各国で爆売れなんだぞ。ポーション？そんなものとお酒にどう関係があるの？例えばさ、お酒に治療薬を入れたら人の心の傷を癒すお酒が作れるんだ。 Not literally, but okay. そんなことまでできるの？Reasonable effects is more doable.I could try. お酒がそんなに嫌いなんだい？そんなの決まってるでしょ。酔っ払いさんたちのあんな姿を見せられて好きになれるやつなんているわけないわ。それってお酒が嫌いというより、実は酔っ払うことが嫌いなんじゃないかな。ちょっと変な注文かもしれないけど、その不思議な錬金術で飲んでも酔っ払わないお酒を作ったりできる？酔っ払わないお酒？人を正気に戻すポーションくらいなら作れるはずだよな。 Maybe. なるほど。そのポーションを使ってお酒を作ったら、酔っ払いさんたちは飲めば飲むほど頭がさっぱりして、あいつらの酔っ払い人生もやっと終わりを迎えるはずにゃ。そういうことならお願い、正気を保つ効果のあるポーションを作って。 Sure. そんなお酒一体どんな味がするんだろう。Oh dear. 僕も気になり始めちゃったよ。Oh, what? Oh, inspiration for a YAI publishing house. Recently, number injured by monster attack. The Baba. Oh, wow. Nice. ねえねえ、物質の形態を変えられる錬金術なら、水を全部お酒に変える方法もあるのかな。Of course you want that. 例えばシードル湖にある水を本物のシードルに変えたりとか。それができたら、 Do you want the plant life to die there, buddy? Are the animals there, the fish? How about I treat you? No. そうかい。なら遠慮なく。仕事が一段落したら早速行こう。How do we get here? 本当に
酒に関することならどんな時だってやる気満々だよな。友人とのひとときを過ごせるせっかくのチャンスなんだから思いっきり飲まないとね。よう、どう？ポーションは完成した？Potion with wisdom efficiency all steadying. Oh, it's just... What? Wisdom? Do I have like a wisdom with... Steady... You know what? Take this. Okay, buddy. Okay, buddy.He's gonna die. He's gonna die. それにしても、さすが旅人。無事問題解決だね。酔っ払わないお酒。もしそんなものが本当にできたら、お酒のこともそれほど嫌いじゃなくなるかも。Amazing. Okay.旅人さん、あ、oh, your bag, damn. 最近は順調だった？スクラス、また会ったな。そう。あなたはやっぱり錬金術の才能があるんだね。今回の試験もあなたにとっては楽なんだろうな。それじゃ、始めようか。Ah, yeah, whatever, man. Strength, dexterity, higher, intermediate.Two thingy imaging is okay. Let's try. Strength study immediate to what's called it? Strength study. I see. Oh, you have to be nice off. Enough. Take that. I hate you. Oh man, I hate you. Did you get my stuff? I think it's just. Is it time I don't know? I'm very patient now. I think it's a problem. How do you get that? What? Okay. We should be okay, right? Nice. Thank you. ちょっと確認させて。ポーションも基準を満たしてる。さすが。無事クリアだね。I wonder if you fail, will she come back again? オイラたち、ますます慣れてきたな。あなたたちに頼んでよかった。今回も私からのお礼を受け取ってね。Cool. Numbers off. Okay. Okay. Pancreation tournament is underway in Melpai. Someone is looking for bio to boost physical capabilities, no matter the price. Academia student busy composing final of this final thesis. Okay, great spelling there.And under significant stress, some of the current seeking spirits to come focus on research. Of course.
That's not bad. Oh, Candace! In my capacity as a guardian of our village, on behalf of the other guardians, all who travel to the desert, allow me to express my sincerest thanks. Not long ago, strange happenings afoot at the desert, with hordes of monsters roaming near our village, harassing residents and travelers alike. Great fortune that your potion created a critical, helping the travelers avoid danger to reach the thingy. The gods drank them as well, became more villain. Soon I shall lead them to the offensive and restore our tranquility. Time. Sure. Oh. Hi. あなたみたいに忙しい人がここに来るなんて、一体どういう風の吹き回しかしら。It's been a while. 騎士団が新しい商売を始め、かなり好調に進めているとエルザーから聞いた。現地で実際に確認した方がいいと勧められたから、こうして見に来たんだが、君たちがプロジェクトリーダーを務めていたということなら納得だ。どうやら騎士団は、of course. 確かエルザーって暁ワイナリーの執事だっけか。ワイナリーからあんまり出てこないあいつまでオイラたちのことを耳にしてたってことは、つまりオイラたちまさかもうモンド中に名を馳せちゃってるのか。もっと自信を持っていい。ワイナリーのジムはかなり煩雑なんだ。本当に脅威となる相手が現れない限り、エルザーがわざわざ僕に知らせることはない。これほど短い期間に完璧な供給も。I miss you, buddy. It's been a while. さらに、テイワット各地にまで手を広げるとは。もしこれが酒造業者なら、とっくに暁ワイナリーの脅威になっていただろうね。脅威、強敵。Let the trade war begins.愛子ちゃんたらワクワクしているみたいね。Yes. もしかして実はとても期待しているのかしら。どちらが詳細に長けているか。モンド随一の酒造業者と勝負したくなっちゃった。君との勝負か。悪くない提案だ。君ほど見識深い人物が相手となれば、商売の面では今までにないほどの挑戦となるだろう。Oh, wow. That's cool. だが。先ほどの説明はあくまで酒造業ならという話だ。That's true. 君たちの錬金薬はどんな酒とも競争関係になることはないよ。むしろ君たちの錬金薬の売れ行きがいいことは暁ワイナリーにとってメリットになる。ちょっと待て、おいらちょっとわからなくなってきたぞ。錬金薬が売れるとワイナリーの商売にメリット、どういうことだ？一体何の関係があるんだよ。説明するとちょっと複雑な話になっちゃうけれど、多くの人にとってお酒は暇つぶしに使う消耗品でしょ。そして暇な時間っていうのは仕事をして十分なモラを稼いだ後でないと作れない。うん、リサは一番肝心なところを説明してくれた。君たちの錬金薬には作業効率を上げる効果がある。普及すれば人々はより早く仕事を終わらせる。暇つぶしや消費行為に多くの時間を割けるようになるだろう。So what you want me, Diluc? 確かにそんな気がしてきたぜ。手を止めてられないほど忙しいやつはどう考えてもお酒を飲んでのんびりする暇なんてないだろうしな。そんな風に繋がってるなんて、商売って本当に奥深いぜ。いや、待てよ。つまりオイラたちもディルックの旦那と一緒に大儲けできるってことじゃないのか。 Wanna check us out, partner? ああ、 Shut up, Paima. 錬金薬の効果に少し She was still talking. そうだな。過度の緊張状態にあるものをリラックスさせつつ、細部への注意力を高められるポーションというのは頼めるだろうか。あら、
なんだかまるっきり矛盾した要求ね。少し気になったんだけど、可愛子ちゃんがお望み通りのポーションを完成させたとして、一体何に使うつもりなの？さっき忙しくて休む暇のない人の話をしたと思うが、そういう人々もまた大事な顧客層の一部を占めているんだ。仕事の重圧から解放されたばかりの人が短時間で完全にリラックスすることは難しい。疲れのあまりただダラダラと時間が過ぎるに任せるということもあるだろう。過度の緊張状態でも無気力状態でも享受できるはずのものが存分に楽しめなくなる。Wow. 例えば料理と酒の神髄をね。It's the first time you squinted, so... 言われてみれば確かにそうだな。オイラにも覚えがあるぞ。たまにだけどさ、一日中あちこち駆け回った後ってヘトヘトなのに全然リラックスできないさ。Okay. おまけにご飯まで美味しくなくなっちゃって。Like a cooking event? かわいこちゃんたら、毎日大変だったみたいね。お姉さん、心配だわ。お茶菓子を用意しておくから、暇ができたらお姉さんと一緒にゆっくり休みましょう。うん。とにかくディルックの旦那は、みんながお酒の美味しさとか生活の楽しさを感じられなくなるのを防ぎたくて、だからバランス状態を保てるようになる薬が欲しいってことだよな。うん。本来じっくり味わうべき酒をいい加減に消費することは、飲む者にとっても作る者にとってももったいないことだ。精神的な倦怠感を抱える人には適度な集中力を、緊張しすぎている人には適度な安らぎを与え、2つのバランスを取れるように助けられれば、そうした状況も減るだろう。Nicely put, Master Diluc。にしてもすっごい注文だな。どんな錬金術師にとってもきっとかなり難題だと思うぞ。錬金薬に使う原材料をどう組み合わせるかしっかり考えてこうぜ。ポーションは出来上がったか？Constitution and wisdom efficiency that all display focus and relaxing. Oh, okay. I can just give you this, right? I give you this.もう少し時間が必要かと思っていたが。おお、あた、あたよ、エングイよ、something。悪くない。うん。想像以上にはっきりした効果だった。君の才能は相変わらず。Thanks。僕に嬉しい驚きをくれるな。約束通り、暁ワイナリーはこのポーションを大量に購入しよう。輸送の方はエルザーが手配してくれるから案ずる必要はない。このポーションは職人たちを通じてろうそくやアロマに入れてもらう。それを酒におまけとしてつけ、飲むときに使ってもらえるよう進める予定だ。なるほどね。錬金薬とお酒を飲む環境自体を溶け合わせる。とても暁ワイナリーらしい販売策だわ。イエーピー。ディルックの旦那もうなずいてくれたし、普通の客からもきっとすごいって思ってもらえるよな。ビシと錬金アロマという組み合わせが商業的にどれほどの成果を出せるか、まだまだ検証を重ねる必要がある。お先に失礼するよ。今回はとても楽しい協力関係だった。これからも君たちへの注文が増え続け、僕たちも持ちつ持たれつの関係を続けていけることを祈っている。君の作品と飲み物がどんなハーモニーを生み出すのか。時間ができたらエンジェルズシェアへ試しに来てくれ。うんうん、オイラも気になるしな。
Cool. Okay, what's the thing again? The Yunhan Opera Troupe is preparing to buy batches of makeup product for their performance. The village elders are in poor health and want to find a way to extend their lifespan. Okay. Oh, he went down. Last one, huh? Okay. Oh, Lini. Thanks for those amazing potion you Paimon made. Lynette and I has been researching non-stop for a whole slew of magic tricks lately. Shit, Chiori. We completely wore ourselves out at the point of not being able to concentrate properly. Luckily, family brought us a potion to help us clear our mind up. He said the merchant from Sumeru was reselling from another supplier. I found the merchant and after exchanging a few words, I learned that the inventor of the potion is none other than you and Paimon. Bravo nonetheless, than expected. Thanks to your help, Lynette and I mastered a brand new program for the penultimate act of our show. Okay. What just happened? Well, shit. Your business grew and expand. I didn't read all of that. Who are you? Who are you? You look like Sumeru or something. Red Hot. Okay. Hi. Atefa? Atefe? Atefe? All our hard work is paying off. 確かに最近君たちが錬金薬を売ってるって話は情報通の商人たちの間じゃ噂になってるよ。こういう珍しい商品に関してはほとんどの人がリスクを冒したくないって考える。でも私からすれば大儲けしたいならチャンスを逃すわけにはいかない。今一般人はまだ錬金薬のことをそんなに知らないけど、営業手段に合わせて販路を広めればどんどんモラが入ってくることは間違いないと思うよ。一気に名を上げれば10倍の値段でも売れるかもしれない。今回の商売が成功したら今年いっぱいは休めるだろうね。10倍？本気で言ってるのか？誰かが喜んで買ってくれる限りはどんなに高くても問題ない。それが互いの合意の上ってやつだよ。その発言、モラのことしか頭にないやつのことを思い出しちゃったぞ。うん、スメールから来たって言ってたよな。まさか、ドリーと知り合いとかじゃないよな。ドリーって言うと、もしかしてドリーサングマハウェイ様のこと？あの方と知り合いなの？She's a friend of mine?私、サングマハベ様のファンなの。あの方のビジネスセンスとモラに対する執着はずっと私の励みになってるんだ。Okay, buddy. 昔、アルカサル・ザライパレスを訪れる機会に恵まれたことがあるけど、本当に立派で美しい邸宅だったな。いつか私もあの方みたいに数えきれないほどのモラを手に入れたい。完全に夢の世界に浸っちゃってるぞ。Let's get back to business, shall we? 話がそれちゃったね。それじゃあ、大儲けの方法について話そうか。シンプルな話だよ。定期的に仕入れに来るから、必要なポーションを作ってくれれば、私がそれを他の場所に売ってきてあげる。協力してくれるなら、販売するものについて詳しく話し合おう。Sure. What is this? I don't even know what.I'm doing. 今回必要なのはこういうポーションだよ。This is strange. Oh. What? Do I just give you my best shit?
This one looks good. You is from Sumeru. This. Limited time. I don't know. Is it a scam to call it from like the academia? Wait. I had the two of them. What's the third one? Why is there a third one? Okay. The third one says, the number of foreign visitors to Sumeru has been increasing recently, and with it, the case of individuals not being acclimatized to local conditions and food. So, Bimastan is buying a batch of medicine to relieve physical discomfort. Okay. Whoa. Nice. こんにちは。久しぶりだね。うわぁ、早速新しい試験が始まったのか。うん。今回は上級試験だよ。前回より難易度は高いけど、旅人さんならきっと大丈夫だと思う。I'll do my best。もし試験に合格できなかったら、恥をかくじゃないか。全然大丈夫だよ。何事も試行錯誤だから。アルベド先生の助手を始めたばかりの頃は、私もよく実験でやらかしてた。無氷花の特性を研究してた時なんて、実験室の機材を凍らせちゃって、精密機械を壊すところだったもの。薬を長く煎じすぎて、貴重な材料を丸焦げにしたこともあるよ。匂いを嗅いだ通りすがりの騎士に実験室が火事になったって思われちゃったくらいだった。あの頃は実験がうまくいかないと自分を責めてたけど、未知なるものを探求するには失敗するリスクだって背負わなきゃって後になって気づいたの。ミスを恐れてばかりいたら自分の望む結果を手にするチャンスも見逃しちゃうよ。確かにそうだぞ。スクロースって励まし上手だな。単なる研究の経験談だよ。とにかく思い切って試してみてくれればいいから、準備ができたら上級試験を始めよう。 Sure. What is this? Advanced Wisdom Vagrant. At least 5 types of okay Wisdom. You know which one is frequent?History and then wisdom, which needs to be advanced. So, yeah, in media, let's zoom past this, yeah. In media, not advanced, so, they got advanced. 24, 1, 2, 3, 3, 5, and frequent. We got one now. Anything else? That's it, okay. Yeah, so I can spam this stuff. Wrong direction. Okay. No, wait. What?Wisdom and figure. Okay, figure. What? Ah, come on. One, two, three, four. This be enough.Thank you. What? What? Wait, what is it? What did I use? Wait, what? Wait, 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. No, okay. No, okay. Yeah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 , okay. Mm-mm-mm. Okay. Well, this one is a good one. Is that it? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Whatever.Enough, I swear. Are you serious? That's so stupid. I hate you. Well, I guess I passed the main one. That's stupid.
I hear you. Not ready for that yet. あなたたちが協力してくれれば、もっとすごいものが作れるかも。もっとすごいもの？今まで私が錬金術の研究対象にしてたのは、基本的に植物だけだった。でもここ最近、錬金薬が人の体に与えるいろんな効果を見てきて、ふと思ったの。もしかすると錬金術は人間の体の可能性っていう観点からの研究にも役立つかもしれないって。例えば、一瞬で図書館の本を全部暗記させられるスーパー記憶ポーションとか。I think they will explode your brain, to be honest with you. Okay, that could be useful. Oh, so, I'm not sure if you're going to be able to do it.錬金術の消化理論や錬金薬の添加方法、それから人間の生物学的特徴とかの要素を同時に考慮しつつ探らないといけない。 OK。 なんだか頭が痛くなってきたぞ。ごめん。もし興味があったら今度実験室に来てくれた時にまた詳しく説明するね。やったぞ。オイラもつわものそれじゃあ私は先に帰るね。One more? Oh my god. 次こそ最後の試験だから、それに向けて問題を用意しなくちゃ。So close. Why? Yeah, okay. Cool. Oh, Saint Joe. I hope this humble token of my boundless gratitude for the kindness and care for your noble selves.I've shown will have proof of some of your honorable endeavor. A more relaxed tone might be better. At least this seemed like overly stilted business letter from the common skill. Recently, I've been reading many books with noble conceptions and find myself still wondering ideas. Okay. Jesus, man. Why are you giving me an essay, man? The hell?Some Gonami shrine maidens are feeling unwell due to the night being too cold. Oh wow. The Fontaine Apparel Association is preparing for a fashion show. Many models are hoping to make their mark with leave deep impression. Fontaine reporters send lots of time investigating stories, hope they can make replenish stamina while on break. Oh, it went down. Whoops. The wisdom?Oh, that's interesting. Oh, come on. What the? 何でも叶えてくれると噂の錬金薬の店は旅人とパイモンがやってたのか。はい。あれ、ゴロ？一体どこからで。Yeah, why is he here? How you get here?なんで二人揃ってモンドにいるんだ。I can get the cat.But not Goro. What a pleasant surprise. Can you come home? I don't have you still.残念ながら渡つみ島の民たちがモンドを訪れる機会は滅多にない。だから俺もこの辺りの地図を持っていないんだ。つまり俺は事前調査をしながら正式な任務遂行に当たっていたんだ。ミスしても仕方ないだろう。かしこまりました、ゴロー大将。次は事前に一番詳しい地図を用意して。あ、じゃあさすみか。かしこまらなくてもいい。上司に報告しているみたいじゃないか。お前はあくまで臨時で雇った顧問なんだから、
我が軍の兵士のように振る舞う必要はない。一度なんてまたまた。これからは渡墨島のお客さんたちにもっとコマニアを使ってもらえるように五郎大将が宣伝のお手伝いをしてくださいね。 This is the first time I see you, Megan Nancy. 約束ですよ。みんなの業績は五郎大将にかかってますから。そういえば五郎はなんでいきなりムンドに来たんだ。さっき言ってた任務ってのは何なんだよ。それについてはまた偶然の出来事なんだが、最近渡墨島では物資輸送の効率を上げるために貨物船の改造をしているんだ。各国の最先端技術を学ぶようにと複数の訪問団を送り出している。その一員としてちょうどリーウェイでの訪問研究を終えて稲妻に戻ろうとした頃、偶然不思議な錬金薬のことを耳にしたんだ。それで予定を変えてモンドで詳しく調べようと思ってな。振り返ってみれば実に正しい選択だった。ひひ、お前ついてるな。オイラたちが作った錬金薬はどれも他のところじゃ買えないものばっかりなんだぜ。We'll make you something special. また異国からのお客さんかしら。かわいこちゃんたら、テイワット中に人脈を広げていいね。リルウェイ came? What is Beidou? Yeah, and then Dilu came. あなたたちなら、ダイオナ・ヴェンティ。Okay, yeah, okay. Fontaine didn't came though. 目的の錬金薬を手に入れたら、かわいこちゃんとお姉さんの弟子も一緒。Oh, スメグ。みんなでアフタヌーンティーでもどうかしら。アフタヌーンティーってお茶会？行きたい。休まず配送し続けてきたおかげでちょうど喉がカラカラだったんだ。お姉さんありがとう。待て待て、なんだかわからないが覚えのあるやつ感だ。旅人、この方は、This is the guardian mage of tomes and spell.She also makes mean cup of tea. Let's go with the first one. Macho だと？なかなか威厳ある称号だな。彼女は大物か？それとも、サンゴノミヤ様のような方なのか？まったく、お前までゴロンを驚かしてやるな。 What? It's true. 緊張しなくていいぜ、ゴロン。魔女ってのはただのあだ名で、この人はリサさん。ムンドの図書館司書でオイラたちの錬金ショップのまとめ役なんだ。リサさん、こっちの二人はゴロとキララだ。あ、スーパーパワフル。いや、すごい。渡墨島の大将で、こっちは超時間にシビアなコマニアの配達員だぜ。キララちゃんね、聞き覚えのある名前だわ。図書館にある稲妻の本の一部は確かあなたが届けてくれたのよね。本当に助かったわ。まさかリサお姉さんとそんなつながりがあったなんて。これから配達の依頼があったらぜひ私をご指名くださいね。ゴロさんについては確かあなたに関する報道を目にした記憶があるわ。どの記事でも部下思いで軍の士気に長けてるって褒めてたわね。そうね、私に当てさせてちょうだい。あなたは渡墨島の兵士たちのために仕事の助けになるような薬を探している。そうでしょ？その通りだ。渡墨島は他の地域との商業的な通行をどんどん増やしていて、護衛の兵士たちにかかる仕事の負担もますます重くなっている。毎日大変なんだ。長時間作業をしている兵士や船乗りたちに無理をさせないために体力と筋力を増強する薬が欲しいんだ。おお、そんなすごい効果のある薬があるんだったら私にもぜひ。たまにね、すっごく遠いところまで配達しに行かないといけないの。凸凹の道をずっと走ってるとひどい筋肉痛になるし、前足の先っちょも痛くなっちゃうんだ。その手のものは馴染みがありそうだし、そんなに時間はかからないんじゃない？You got this. 心配するな。I don't know why I keep like defaulting to that voice. それじゃあ、お姉さんは先に手紙を書いて、暇そうな騎士に届けてもらってくるわね。狼ちゃんにここへ来てもらわなくちゃ。満足のいく薬剤が完成したら、一緒にアフタヌーンティーを楽しめるわ。うん。
ドル湖の浜辺でお茶を飲みながらお菓子を食べるのってどんな気分かな。すっごく楽しみ。これでやっと気を張らないで済むぞ。よ、あ、前にも言ったように森を静かに通るには事前に尻尾を水で濡らしておけばいいんだ。そうすればモフモフの尻尾がうっかり枝に引っかかって居場所が敵にバレるなんて心配はなくなる。それはジメジメするし私には無理かも。いっそのこと尻尾を結んじゃうのはどうかな。それかもっと強くなって邪魔な魔物なんて追っ払っちゃえば。お、あ、来たんだね。薬作りは順調だった？What do you want? Strength or endurance? Do I want? Nope. Have this. Dexterity. Sure. That? What?I was talking to Kirara, but oops. Go on, PB, bro. And you will feel warm too. This is the closest close-up shot ever.石ころを踏んで痛かった前足が全然痛くなくなったよ。本当に不思議な薬だね。これがあれば1日200件だって配達できる気がする。旅人とオイラが作ったポーションはかなりいい出来みたいだな。これでがっつり渡つみ島とコマニアの What is that Tom Lumine? What the hell? Well done me!残念だけど、オオカミちゃんは他の用事があるみたいで、放浪寮にいなかったの。モフモフマミのお友達ができるチャンスを逃しちゃったみたいね。でも、いずれまた会えるチャンスはあるはずよ。今度あの子に会ったら、事前に新しいお友達の情報を伝えておくわね。Bye. What? Oh, we're drinking tea. Okay. 今回はなかなかの量を注文してくれたのね。ありがとう。稲妻のお友達さんたち。反響が良ければ、ぜひ引き続き私たちの錬金ショップを利用してね。直接作るのが大変なら手紙でもいいわ。ぜひまたよろしくお願いします。旅人とパイモン、それにリサお姉さんが作った超すごい錬金薬はもしかしたら配達業界の配送効率を全体的に押し上げられるかもしれませんから。任せろ。兵士たちからしっかり感想を聞いてこよう。それじゃまた今度な。旅人、パイモン、それに魔女殿。次はやっぱり正式な訪問団の形式で来るとしよう。機会を見つけて三物宮様にこっちの魔女と交渉してもらうんだ。オーケー。魔女に対してなんだか誤解してたような。Thank you so much. Nice. We continue thanks to our hard work. Your earnings surpass expectation. こんな短い期間で売り上げをここまで伸ばしてくれるなんて。もしかして、かわいこちゃんって商売の天才なの？あ、thanks to your help。相変わらず謙虚な子ね。こんなに素晴らしい成果を出したんだから、もっと誇っていいと思うわよ。もしあなたが助手としてそばにいてくれたなら、私の休暇も2倍になったでしょうに。さあ、
売上データはすでに十分集まったわ。お疲れ様。もちろん、もし引き続きお店を手伝ってくれるのなら、お姉さんはとっても嬉しいけど、これで人にも行くべきではね。It's been a long time, lady. 旅人、パイモン、久しぶりだな。ジン団長。よ。来てくれたのね。ちょうどかわいこちゃんとの仕事の引き継ぎが終わって、騎士団に戻ろうとしていたところよ。ああ、他の騎士から大体の状況は聞いている。今回も旅人に手伝ってもらうことになるとは思わなかった。あら、こういう大切な仕事で成果を出すには賢くて有能な協力者が不可欠なのよ。だって、You know what, Jin, you should have a break at some point. I'm kind of wishing when Valka comes, Jin gets a break. God knows when that would happen. Then maybe she can have an act too because of it. She'll become, she's in her own crisis. Not sure what to do anymore. It was a group effort.君たちのような優秀な仲間がいてくれて本当に安心だ。この件が一段落したらちゃんとお休みをくれるかしら。最近少し抜け毛が多い気がするわ。もちろんだ。連日苦労をかけるわ。君が毎日図書館に入り浸っているのを見て、ずっとそればかりだと退屈するのではないかと思った。それで君の才能をより発揮できるような仕事を手配したのだが、一気に負担をかけすぎてしまったか。You know, I kind of wish the teapot they give you this set also, you know. That would be nice, so I can just photo put. Yeah. そうか。そう思ってくれているならよかった。旅人、改めて感謝する。この報酬を受け取ってくれ。What? What she give? What's this back shot? Hello? お姉さんもあなたのために記念品を作ったの。気に入ってくれると嬉しいわ。ん？ Ooh. What is that? What do you give me, Jin? A potion cauldron. I see. We can make gourmet meal? What? What did Lisa give? Ooh. Nice. Anyway, how is you two doing?錬金薬を受け入れてくれている。このまま行けば錬金薬に関連する産業は一足飛びにモンドの新たな経済源になるかもしれない。そういうことはまた後で考えても遅くはないわ。せっかく大きな仕事が一段落したんだし、時間を作って打ち上げてもしましょうか。Oh, could you imagine a character just using straight up potion, just yeeting potions at people? It's like sucrose, but you're just eating potion constantly. Normal attack, potion. Elemental skill, potion. Burst, potion. Where's sucrose? Is this one? Oh, hi. I think it's the last one, and then I'm done.試験に合格できた人には他の人を指導する資格を与えようって考えてるよ。うわー、じゃあオイラたちとうとう錬金術の先生になれるのか。合格できたら塾の開業についても考えないとだな。Of course. 学費はいくらにしたらいい。 So it's like, nah, it's gonna be free. Paimon? Let's focus on exam for now, yeah? あなたならきっと今
まで通り順調にクリアできるって信じてる。こっちはいつでも始めるよ。応援してるね。You have more faith in me than I do, bro. Expert charisma, perception, and stadium. Generate what? Perception, perception, stadium, charisma, like that's what you want, charisma, perception, stadium, charisma, perception, stadium. Okay, how? Let's put it on down, yeah? Let's try to complete the tree. Maybe this. Okay, this. How's it down? Quite a lot. Let's put it on. Okay, my expert. We need perception and CD. I need to fix a lot more. Okay, wait, let me change it up. No. Let me stay. Okay. I do need more of this though. Except for this one. Wait, I forgot that. Perception and CD for this song. I need to wait, I need to post a whole story. Just in case, for some unpopular reason, perception and CD. Perception, CD, expert for this one. This better work. It should be all right. Finally. Potion の効果はちゃんと目標を達成してるし、品質もかなりいい。あなたの錬金技術には本当に感服しちゃうな。ってことはクリアか？オイラたち先生になれるのか？かわいこちゃん。How do you get it? すごい成果を出したみたいね。I guess we learn a thing or two about potion making, but we still have no means of expert when it comes to everything else. Shut up, let me do it. これだけ短い時間でポーションを作る技術を身につけちゃうなんて、本当に大したものだわ。うん、私もびっくりしたよ。もっと時間がかかるかと思ってたから、今回はおかげで助かったよ。参考になるデータもたくさん集められたし、これで遠くない未来に正式な審査基準を設定できると思う。きっと錬金産業の発展にとっての重要な一歩になると思う。ひひ、オイラたちすごく重要なことを成し遂げたみたいだな。うん、この分野の先駆者として新しい種類の生物を発見できた研究員。What the hell? Okay, sucrose. それじゃあ、私もそろそろ帰ってデータの整理をしなくちゃ。旅人さん、パイモン、協力してくれて本当にありがとう。また時間ができたら、ぜひ実験室を見学しに来てね。Sure. Whoa.Is that it? Well, since I don't think there's anything else left, I'm still wondering, did I get this guy? Did I get him? Did I? Don't tell me it's the academia, man. No, okay, I'm confused. Yeah, so anyway, I think that's the end. I'm gonna save this one here because it's a goodDaily thingy. I think I need one more. Do I? Yeah. No, wait. Do I? I don't know. Oh god, wait. The book should have lightened up. Is that enough? Okay, there. That's the last one. Anyway. See you. Oh yeah, this is Chiyori's stand. You see this? Yeah. Color is a little off. Especially the feather one. But anyway, I hope you like my shops, bitch. See you next time.